自分が生まれた日のことを想像しながら書きました。ゆっくり聞いててください。風邪はひいてないか、覚えてての絵文字つきでしつこいくらいあなたからのメッセージ、大丈夫って一言返信、そっけなくてごめんね、電話も返せなくてごめんね、今あなたの声聞いたら弱音をぶつけてしまいそうで、どれだけ辛い時だって自分のことは後回しで、無償の愛を注いでくれた、もう少し待ってくれますか、今度は僕が戦ってくから28、この日は僕が生まれた記念日で、あなたにとっても記念日になってたらいいな、28、僕にとっては大切な、あなたと初めて顔を合わせた記念日。感謝の言葉さえもかけてあげられなくてごめんね、伝えたいのに今伝えたら涙をこらえきれそうになって、どれだけ辛い時だって泣き虫な僕とは違って、涙見せたことなかったのに、やっともう静かになるなんて最後まで強がるわ、たった一人の大切な母親に向けて書いた曲、228、聴いていただきましてありがとうございます。